こんにちは。ファイブスター子供スクールの校長、阿部と申します。本日の子育てのヒントは、ロボットに負けないためにっていう話をします。昨日の動画で20年後の恐怖っていう話をして、まあ、簡単に言うと人工知能やロボットに自分の仕事を奪われてしまうっていう話をしました。で、じゃあどうやったらロボットに負けないのかとか、ロボットに勝てるんかっていう話をしないといけないんですけど、ただ一個忘れてはいけないのは、ロボットに勝つ必要はないんですよね。どっちかというと、共存です。だってロボットってすごく人工知能も便利だし、役に立つわけですよ。人間のちょっと危険な仕事もやってくれたりする場合もありますから。じゃあどうやって共存できるかっていうところで、まずはロボットを知らなきゃいけないんですけど、機械って簡単に言うと3つの機能が得意なわけです。識別、予測、実行。まあ、識別な色の識別とか、形の識別とか、正しい間違いの識別とかってことですよね。うん。で、予測ってのは、なんか数値予測したりとか、誰かとマッチングさせたりとか、そういうところ。で、実行ってのはひたすらその行動、同じことをずっとやっていったりとか、っていうところですよね。じゃあ、そういうところに負けないようにするためにはどういうものかっていうと、クリエイティブさとか、リーダーシップとか、ホスピタリティとか、課題解決っていうふうに言われていて、ここの力を身につけるために私ファイブスター子供スクールを本当に立ち上げたんですよ。で、ここっていう言葉を解決するためにどんな力が必要かっていうのは本当に私のあのファイブスター子供スクールのホームページに書いてありますので、もちろん他にいい教育されている方もいらっしゃるんで、そういう方の教育をやっていただいても本当にいいと思うんですけど、もう私は本当に覚悟を持って、じゃあこれをこのロボットと共存できるために、こういう力を身につけるために必要なのが5つだと思ってるんですね。で、それがまさに幼少期。具体的に言うと3歳から12歳までが本当に僕は肝だと思っていますし、まあ、もっと言うとその0歳さんが3歳にどういう土台を築いたか、もっと言うと体教、もっと言うと親御さんの考え方もすごく重要になっていくんですけれども、まずこの5スター子供スクールで大事にしているようなこのクリエイティブ、リーダーシップ、ホスピタリティ、課題解決、じゃあ具体的にどうやればいいんだっていうのを本当にこれからお伝えしていきますので、楽しみにしていただければいいと思いますし、ここはかなり私はパッションを持って話していきたいですし、もう本当に危険なんですよ。目の前に迫ってますからね。いや、なんとかなるでしょう。そうは言っても大丈夫でしょう。国が救ってくれるでしょう。もうそんな時代じゃないですよ。本当に。一人一人が危機感を持ってやっていかないと、本当にあなた自身もこれから日本で生きていけなくなるかもしれないし、あなたのお子さんの将来を作っていく上でも本当に大事な考え方です。ぜひぜひ参考にしてみていただきたいのと、5スター子供スクールのホームページをご覧いただければと思います。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。